皆さんこんにちは、のずちゃんののんちゃんです。やっほー。ということで今日は外国人風メイクをしていきたいと思います。ということで、やっていきましょう。でまずお化粧を始める前に、唇の縦じわと乾燥とリップののりを良くするためにディオールのアリクトリップマキシマイザーの01番をつけてます。ということでまずはこちら、ミムラのスムーズスキンカバー。じゃあこれこうつけていきます。ほんで乾燥が気になるのでまずこっちこれ使います。ラロシポゼの UV ディアエクセルティント日焼け止めニューエティをつけていきます。季節の変わり目で本当にダメ、あんまり調子良くないです。保湿なんかね、普通の市販の保湿系使っても乾燥するんですよ。ほんとやだ。次がこちら、ディオールスキン、フォーエバースキンコレクトコンシーラーですね。 1N と 1W です。です。じゃあフェイスラインと顔の中心にフェイスパウダー塗っていきます。じゃあちょっと全体に粉がはたけたので、次、凹凸を作る作業に入っていきましょう。シェーディングはトゥークールフォースクールですねのやつです。3色入ってるやつを使っていきます。を大きめのブラシにとってフェイスライン、フェイスライン下ぐらいからくるくるくるってのせていきます。とにかく目立たないように重ね塗っていきましょう。なんだね、首までしっかり。帰りは今日は髪の毛ちょっと海外の人っぽくするために前髪はなしということでやらせてもらってます。境で鼻ですね。お鼻、ケイトの、デザイニングアイブロウの EX4 番ライトブラウン系。まあ一番のポイントになるのはここの彫りだと思うので、ここの彫りを、濃くするというよりかは濃くなりすぎないように目立たす感じでやっていきましょう。こうした時に見えるここの影に入れていきます。で眉毛につなげるかのようにまるでやっていきますよ。でノーズシェーディングは後からまた指でぼかすので若干濃くなってもある程度指とスポンジがあればあれなんですけど、で鼻の先に私は U の字を描く感じでやっていきます。あれで濡れたら手でぼかします。その先まで、でこの時にちょっと残ったやつで鼻筋も作っちゃおうみたいな感じですね。じゃあ眉毛描いていきましょう。さっきのデザイニングアイブロウの真ん中の色と、真ん中の色を8割濃いの2割ぐらい混ぜて眉毛を作っていきます。で、ちょっとスクリューブラシで眉頭をちょっとぼかします。逆立てたりなんかしちゃったりして、ね、眉毛はこんな感じ。おー濃いね、濃いな。まあいいか、アイメイクに行きましょう。いいよ。で今日はもうアイパレットとかアイシャドウとかもうやたらめったらいろんなもの持ってこず、ちょっと1個にしました。これはディオールバックステージアイパレットの001番ウォームっていう色ですね。これのここの端っこの色が、アイベースになってるので一旦アイベースで、全部のまぶたの上をちょっと均一にしていきます。で、下まぶたにも塗ります。なんか今日充血してるのには、はい、塗れました。塗れたらこことここの色、薄い色2つをちょっとアイホール全体に塗っていきます。
とね、今日は左右差がすごいな、二重幅。うん、嫌だわ。で、目の下の方にも塗っていきます。今つけたアイベースを、こういう粉でね、定着させました。ほんだら、ここから若干、ちょっと未知数なんですけど、やっていきたいと思います。ですね、ここの影の色ですね。ここを、アイホールの二重幅ぐらい、ここぐらい、こういう感じで入れていきます。で、一旦影を入れる感じでやっていきましょう。海外の方のメイクは、なんとなくですよ。なんとなくの私の見た感じの感想というか、見た感じでこう研究していた時に思ったのは、こっち側につれてグラデーションがある感じ、日本とか韓国はこういう感じでね、上に縦に長くアイシャドウを塗るようなイメージがあるんですけど、こっちに濃くなっていくようなイメージがあるので、そういったような何ですか、グラデーションにしていきたいなと思います。じゃあちょっとこの先がね丸くなってるブラシで、ここ目尻の方に向かってちょっと濃いような、グラデーションを作っていきたいと思います。なのでこっちかな、こっち下のちょっとマットなブラウン、濃いめのブラウンで作っていきますね。うん、こんな感じですね。で、大きめのブレンディングブラシで、境目をきれいにグラデーションにしていきます、いいんでない？この丸いブラシは眼球に沿ってズボって入れて、クククククって入れていけば、なんかそんな感じになるんで便利で、今こっちに向かってグラデーション作ったじゃないですか。ほんでやな、またコンシーラーの出番です。コンシーラーを、コンシーラーブラシをなじませて、ちょっと今やってみますね、どんな風にしたいかっていうの。ここに、こういう感じで入れられないんですよ伝われ伝われ。なんかね、ちょっと待って、じゃ集中させて。今作った、グラデーションをここに一旦コンシーラーを入れます。それとここに二重のくっきりしたラインみたいなのができるんですよ。その先にあれを入れてたおかげで、グラデーション入れてたおかげで、ここに空間ができて、ここが線みたいに見えるんですね。そういった感じのメイクを海外の方はよくしてるイメージです。で、ここの今コンシーラーをのせた部分にラメをのせていきます。うん、難しい、なんか間抜けに見えるよなで、この一番目のこのラメをのせていきます。もっと海外の方のとか見てると、すごい発色のいい、何、もうスパンコールみたいなの、スパンコールは言い過ぎやな、大きめの大きい粒のラメとかのやつとか入れてると、すごくゴージャスなイメージのお化粧になってましたね。こんな感じ。今ちょっとね、アイラインとかがないからちょっと目が寂しく見えるんですけど、で、できたら、ここまでできたら、このブラシで下まぶたもやっていきます。結構濃い色、さっきのグラデーションで使ったこの辺のね色とかで、目の下がっつり引いていきます。で、目頭のここと、ちょっと先のせたここのとこのラメがちょっと印象薄いので、 3C のポットアイシャドウ、これをちょっとのせていきます。ということで、アイシャドウはこんな感じで、ここから、アイライナーを引いていくんですけど、デジャブの、何やこれ、デジャブ
ラスティングクリームペンシルアイライナーのピュアブラウンっていう色で、ちょっとまつげの間埋めていきます。あんまり私キワキワまで入れると、あの下まぶたについてどえらいことになるので、キワキワというよりかはもうまつげの間埋めるぐらいで、ちょっとがっつりめにアイライナーを引いていきたいと思います。こんな感じで、今日はそのマスカラを塗りたいじゃなくて、ちょっとまつげを上げたいので、コージーのカービングアイラッシュカーラー、これで特にこっち側がね下がってしまってるので、グッと上げていきたいと思います。目の印象を上げる感じでいきますね。でも突破しててちょっと傷んでるから、力はあんまり入れずにいきたいね。かわいそう、頑張れ。上がりました、まつげが。ほんなら反対も同じように上げていきます。反対はね、どっちかっていうとそんなにカールは取れてないんですけど、まあ、同じようなカールの質感にしたいので、同じように上げていきます。はい、まつげが上がったので、キャメイクのクイックラッシュカーラー、今日は茶色です。いつも茶色です。でもあの普通のビューラーをする人やったら、クイックラッシュカーラー透明とかも黒とかもあります。うん、私は茶色が好きなので、根元に茶色があると若干柔らかく見えるかなみたいな。今日はね、やっぱり目の印象が大事なので、ヘレナのコブラブラックで、上まつげを、強化させていきます。下からすくうようにやっていきます。反対の目もやります。ちょっとマスカラ足しますね、下まつげ。下に足すのはこれです。キャンメイクの茶色のクイックラッシュカーラーのボリュームじゃなくてロングタイプを足します。下のまつげにあの黒つけると、私やっぱりちょっと女装みたいになるんで。 OK、 そんならアイメイクはこんな感じですね。こんな感じ、結構濃いんですけどこんな感じです。でちょっとチークを入れます。マックのあのネリチークのやつ、グロープレイブラッシュみたいなやつのソナチュラルっていう色です。これを、本当にね、あの薄い色味、ベージュオレンジブラウンなので、こう薄くね、ほぼねぐらいに叩き込みます。ほんとちょっといいです。こんな感じですね。次はリップかな、リップ塗ります。今日はね2つ持ってきてました、実は。これボビーブラウンの、これがなんてやつだったっけな、クラッシュドリップカラーの、こっちがサザンヌード、こっちがブラックベリーなんですけど、ブラックベリーを使っていきたいと思います。でこのリップは結構固めマットなので、塗りにくいことはないけど、あの乾燥すると思います。でちょっと乾燥気になるので、上からアディクトリップマキシマイザーをつけます。いい感じにね、いい感じにで最後にハイライトをまぶしていきます、顔全体に。今日のハイライトもこちらです。ローラメルシエのマットラディアンスベクロパウダーハイライト1番をちょっとギラつかせたいので、ここ目の下ね、ここ目の下、眉下で、鼻根、鼻先、これはこうやって取った方がいい。でリップの山の上、ここね、で眉間、顎。今日濃いな、めっちゃ濃いな。ええよね。で感じですね。はい、完成しました。私流海外っぽいメイクです。
目のねところがねちょっとクリースって言ってここにねコンシーラー入れたりする技法を使ったりしてみたので、まあ、私僕初めてのちょっと海外風お化粧やってみました。こんな感じでした。ということで、今回見てくださってよかったなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。のんちゃんでした。バイバーイ。